あでね、さっきあの、言い忘れたちょっとしたトリビアなんですけど、あの、すいません。あの、私も高校の時の世界史以来の知識なんで、あの、もうあの、知識が、あの、記憶が曖昧なんですけど、確かあの、イスラム教のムハンマドって洞窟で啓示を受けたんですかね。洞窟でちょっとその神というか、天使からこう、えー、啓示を受けて、えー、こう目覚めたというか、なんかそんな話だった気がするんですけれども、 で、その、ムハンマドにね、刑を与えた、お前に神の言葉を与えるから、えー、これを元に生きていきなさいっていうふうにね、あの、えー、こう、道を指し示した、えー、啓示を与えた天使がね、ジブリールっていう天使なんですよね。 ジブリールとは何かっていう話なんですこれガブリエルなんですよね。天使ガブリエル。で、天使ガブリエルってね、あの、どういう天使かっていうと、あの、キリストのお母さんのマリアがね、マリアのところに、あの、現れて、お前のお腹に神の子が宿っているよってこう教えたのが、あの、えー、天使ガブリエルなんですよね。まあ、で、あの、マリアは、その時、レッド・イット・ビーみたいなこと言ったんですよね。まあ、見心のなすがままにみたいな意味なんですけれども。で、 えっと、で、キリストのね、あの、まあ、キリストという名前もね、私はキリスト、キリストって言ってますけど、本当はこれあんまり良くなくて、イエスとかね、ジーザスって言わなきゃいけないんですけど、イエスとかジーザスとか。で、この、なんでかって言うと、あの、キリストってね、あの、役職名なんですよ。あの、部長とか課長とかと同じ肩書きですから、キリストっていうのは。えー、どういう意味かというと、これ、キリストはね、あの、ギリシャ語なんですよね。聖書っていうのは、あの、 えー、ギリシャ語にまず一回訳されて、それで爆発的にね、あの、広がったので、ル、え、フ、ー、されたので、えー、キリストっていうね、あの、ギリシャ語的な言葉が生き残ってるんですが元々のはメシアって言葉なんですよ。メシア。まあ、あの、正確な発音だと確かマシア派とかそういう発音になる。 ような気がしましたけど、キリストとメシアっていうのは同じ意味で、で、肩書き名ですよ。どういう肩書きかっていうと、油塗られしものとか油注がれしものっていう意味でね、なんで油なんだよって話なんですけど、えっ、ー、と、な、ユダヤ教だとあの、聖なるものにこう油を塗って、これは聖なるものだよってこう印をつけるみたいなね、風習があったらしくって、で、 ユダヤ人たちの間で王が生まれたら、まあ、その王に対して油を注ぐっていう意味らしいんですよね。ユダヤ人の王っていう意味でね。ユダヤ人だけじゃなくて、全人類を救ってくださるから、あの、メシアって意味が救世主って意味になっていったわけですよね。もともとはユダヤ人の王というか、あの、油注がれし者という意味だったんですけど。 そんなキリストさんは、えっ、ー、と、どんなことをしたのかって話なんですけど、あの、プリントの、さっきあの、印刷してねと言ったプリントをね、あの、2ページ、ルカによる福音書って一番上のあたりを読みましょうか。良きサマリア人の例えっていうね。で、立法学士がイエスに永遠の命を得るためにはどうすべきかと問いっていうね。まあ、イエスを困らせてやろうと思って質問してるんですけど、これ。 で、これ、天国に行くにはどうしたらいいのって聞いてるわけですよ。永遠の命ってそういう意味だから。で、イエスは、立法にはどうあるかって問い返したと。まあ、あの、お前の大好きな立法にはどう書いてあるんだよ、ぐらいの感じですよね。で、立法学者、イエスを敵対している立法学者は、神を愛し、隣人を愛することと。まあ、そんな風に書いてあるんだ、立法にはと。でイエスは、正しい、その通りにせよって答えたと。で、えー、立法学者は、ナオンね、イエスを困らせてやろうと。隣人とは誰かと。 さらにと、イエスは以下の例え話をしたって言ってね。まあ、あの、 まあ、ザクって言うと、あの、強盗に襲われて、身ぐるみを剥がれて、半死半生になって置き去りにされた人がいたと。で、ユダヤ教の司祭、まあ、ユダヤ人エリートですよね。見て見ぬふりをして、道の反対側を通り過ぎた。だから穢れだから、同じところに寄りたくないんですよ。道の反対側行っちゃうんですよ。で、レビジンもユダヤ人の中でエリート。まあ、見て見ぬふりをして通り過ぎたと。同様に。で、サマリア人、これがさっきのページ1に書いてありましたけれども、差別されてる人たちなんです、サマリア人っていうのは。もうユダヤ人の中で差別されてる人たち。 しでしかも商人っていうのもさらにねあのこの商人って職業が尊ばれてないですからこの時代あの金にきた汚い卑しいやつらだっていうねしかもサマリア人っていうもうすごいあの、まあ、スティグマを背負ってるというかねあのなんか。 まあさ、もう超差別されてる人ですけれども、通りかかって、怪我人に応急手当てをして自分のロバに乗せて宿屋まで運び、銀貨を渡して宿屋にねえ、帰りに費用を払うのでできる限り解放してあげてほしいと頼んで立ち去ったと。もう超いい人なわけですよ。で、イエスはこの例え話をした後、その、さっきまでね、自分を困らせようと質問してきた立法学者に、誰がこの怪我人の隣人であるかって。 尋ねたとで。立法学者は、助けた人であると。直接サマリア人とは答えずに答えたと。もうサマリア人って口にしたくもないんですよ。これもう汚れる。穢れだからね。まあ、だからね、イエスが問いかけたのは、あの、お前らが寄って立ってる立法、まあ構造と言ってもいいしね、プログラムと言ってもいいんだけれども、えー、こういう時破綻するよなってイエスは示したわけですよね。まあ、ユダヤ人エリートのパリサイ人とレビジン、あるいはあの、異端で見下されたユダヤ人、 であるサマリア人。まあ、これ、えー、ま、全く対極にある、えー、対照的な存在なんだけれども、イエスは、じゃあサマリア人がいいことしたらさ、どうなるの隣人になるよね。で、立法には何時の隣人を愛せよって書いてあるよね。さあさあどうするの君たちと、こう、イエスはね、あの、なんというか逆襲したっていうことですよね。で、えー、このプリントの2ページにね、書いてあるその、えー、他の2つの例え話っていうのも、まあ、やっぱりイエスによるそういう立法に対する、あの、 反逆なわけですよね。あの、だから、いや、暗測日って絶対休まなきゃいけないんですよ、ユダヤ人って。うん、あの、有名なエピソードでね、あの内田達さんという方がね、あの、授業の最初に名前を出した方ですけど、あの、先生は偉い。で、内田達さんってレビナスっていうユダヤ人の哲学者を、こう、師匠とみなしてそ、大尊敬してるんですけれども、レビナスのところに行ってサインで、ね、だったら、レビナスが、 おっとすまん、今日は安息日だって言ってサインしてくれなかったって言うんですよね。まあ、ユダヤ人はね、やっぱりその、安息日っていうのをすんごい厳格に守るんですよね。もう火使うのもダメなんですよ。だから前日までに食べ物作り置きしておいて、それをね、あの、食べるっていうのが安息日らしいんですけれども。で、その安息日にね、あの、イエスがまあなんかあの、怪我人を治したりしてたら、あの、 まあ、それ、安息日なのに良くないって言われ、言われるんですけれども、イエスはやっぱ安息日に善を行うのと悪を行うのどっちがいいって言ったりとか、まあ、あるいはこの最後の三つ目の例が一番、え、有名ですよね。あの、え、女が、 石打ちの刑っていう、あの石を投げられて殺されるっていう石打ちの刑にねされそうになってたら、イエスがそこでね、あの、あなたたちの中でえ罪がないものだけが石を投げたらいいって言ってね、そんなの誰も投げれるわけがないからっていう話でね。まあだからやっぱりこういうふうにイエスっていうのはその当時の社会常識になってる、まあユダヤ人社会でですけど、ユダヤ人の世界,世界でもう社会常識、 気になっているものの、まあ、亀裂みたいなものをまっすぐ見つめた人っていう話ですよね。まあ、だからプログラムとかその構造っていうのが破綻してる状況っていうのはどうしたらいいかわかんない状況が出現するんですよね。えー、まあ、私たちの社会まあのつまらなく動いてるときはこれがかっこいい人、これがかっこ悪い人ってイケてる人イケてない人とかって分かれてたり、これが善でこれが悪とかってすっぱり分かれてて、まあ私たちはねだからまああのいい大学入って素敵な恋人を見つけていい会社 会社に入っっててとかってね何でもその安易に安易って言ったら悪いんだけれども、まあ、なんかあの努力の方向がね分かってね自分が何をしたらいいか分かってる状態なわけですよね構造が問題なく動いてる社会的なプログラムが問題なく作動してるって状態は。だけどもそうじゃなくてあの 構造に亀裂が走ってしまったとき、決定不可能な状態の決断を我々はしなきゃいけないじゃないかっていうことなんですよね。で、まあ、哲学的に見てね、このイエス・キリストという人のこの行いを見たら、やっぱりイエス・キリストという人はそういう人を、そういう状況を暴露した人物っていうことになるんですよね。あの、よくね、あの、愛の人とかね、あの、何でも決まり事で立法で、えー、がんじがらめのユダヤ人に対して愛を説いた。 っていう言われ方もしますけれども、まあこの授業でね、見るとね、あの、決定不可能な状態での決断を引き受けた人っていうね、そういうような見方ができますよね。まあもちろんそれが、それを愛だということもできるのかもしれないし、いや、それは愛じゃないと考える人かも、考える人もいるかもしれないし、まあ哲学的な問題ですよね。 で、えー、イエス・キリストをね、今話したようなやり方で、こう評価した人、きっとキリストの凄さ、イエスの凄さっていうのはこういうところにあるんじゃないかって評価した哲学者がいまして、これがね、あの、キルケゴールって人なんですよね。随分昔の人です。ずっと現代の哲学者を扱ってましたけれどもね。で、まあ、あの、ちょっとややこしいこと言うんですが、私全然キルケゴールってね、あの、読んだことなくて恥ずかしながら。私がこうやって話してんのは、あの、この授業で何回も話に出てくるあの、ジジェクっていう哲学者がいますよね。 ジジェクっていう人が、あの、この、キルケゴールは多分キリストのことをこういう風に見ているに違いないっていう、その、ジジェクが評価するキルケゴールはキリストをこう評価しているっていうね、ちょっとややこしい話なんですよね。ジジェクによるキ,キルケゴール評価。で、キルケゴールはきっとキリストをこう評価しているに違いないっていうね。まあ、評価っていう言葉もそれ多いですね。キルケゴールはそのキリスト教精神っていうものがね、あの、本当に大事なものだと思っててね、人生を捧げた人ですから。 で、えっ、ー、と、キルケゴールなんかはね、あの、実存主義の思想家って言われるんですよね。実存の思想家たち。えー、で、ちょっとね、あの、構造主義から、えー、ずれる。構造主義と全然水と油のように思われる。この実存主義ってものを、ちょっとだけ見てみよう。というところです。というところで次の動画に行きます。